JA 長野厚生連作総合病院久医療センター久医療センターは長野県久市にある病院長野県厚生農業協同組合連合会が運営する久総合病院の再構築計画において産次救急を含む急性治療と障害患者を対象とする専門医療に特化した病院として2014年3月1日に開業した 設備の老朽化、陳腐化が進んだ、佐久総合病院を再構築するにあたり、高度医療、先端医療を担う基幹高度医療センターを新設して、従来の本院は健康管理、リハビリ、精神医療、福祉と一体化した医療を担う地域医療センターとして改築することとなった。その中で、基幹高度医療センターとして新設されたのが、本センターである。 救命救急センターが本院から移転しており、集中治療室16床、高度治療室20床、新生児集中治療室6床、新生児治療回復室12床など急性期患者、高リスク患者に対応する設備を有する。長野県ドクターヘリの新州ドクターヘリ策についても、基地病院を本センターに移行している。高度医療、先端医療に機能分化しているため、 外来受診にはかかりつけ医による紹介状と診療予約が必要となる。ありがとうございます。